これ見せたら追いつけるよね。バッツでかっ。足楽コースってありますよ。行くよ。階乗りたくないよって。あれこっちからこうやってビークとか。あ、そういうことですか。ちょっと行ってみよう。足楽。足楽で我々クラスになるともう。わあすごい七福神。あれ？誰もがプロフェッショナル。これは旅行は？旅行は各方面今日当分控える。大吉しちゃうかった。あかんや。撮影 OK だった。ほら SNS の投稿めっちゃ。本当は忍者。あ、これ登って山に行けるんです。
ランザンって書いてある比叡神社。岩倉ってあれ？あの岩のところで上のやつが龍神社。なんか書いてある大和桜井百選パワースポットって。すがすがしい水の音と。これなんだろうね。塔が13重と。失礼して。もう廊下がおしゃれ。ここも撮影して OK なんて。何なんでしょうこの石は。何か何かがあるな。え？本殿、拝殿入り口。全然違う。あれだけなんかすごいですね。あれだけなんか。最近作られた。モダンな感じしますね。これが役割者。あ、さっきの丸いやつなんか。縁結び。縁結びの岩倉。この手前にある岩は古来より神の静まる岩だと言われ。撫でてって書いてある。岩を撫でて心に思うことを祈願してください。縁結びと
その上でおみくじを引いたり、逆で俺は先こっちをするけど、まあ、とりあえずじゃあ振るとこう。ここでバーンって割る。うん、そうやな。1個目の会心玉に役を玉に3回息を吹く。東電。あ、なんか書いてある。本殿正面から参拝し、時計回りに回って本殿背後から参拝します。ぐりと回って正面に戻り、また参拝します。三度参拝することによってあなたの祈願が深まることでしょう。重要文化財石灯籠。1331年。真っ